だってもう言っちゃっていいの？いやいいや、あいつもうジャニーズ辞めてから何でも言えんだ俺、うん、俺はこうやれたよ。うん、なんか読んでないんだけど、目に見えない鮎と永瀬と松浦って文字が見える。ちょっとこれ読んでみますけど、鮎が松浦会長と別れな、まあさ、もうみんな20年前の話を今さら引っ張り出してまあいいけど、鮎が松浦会長と別れた理由は永瀬智也だと思いますが、それ違うんだよそれじゃあ俺が永瀬に取られたになっちゃうじゃんかよ。残念ながらそうじゃねえんだ。うん。愛が会長と別れた理由は永瀬智也だと思いますが、一般的に結婚しても不自然じゃない若くて違和感ないカップルを愛も選んだと思います。その後永瀬智也と飲んだことありますが、あるわけないじゃん。だって、もう言っちゃっていいの？言っちゃっていいか、あ、いいや、あいつもうジャニーズ辞めてから何でも言えんだ俺。うん。俺はこうやれたよ。だって本当のことだからね。あの人いつも家でギター弾いてんの知らねえやんなの。マサとご飯食べに行くのだけは嫌がんの俺プロデューサーだぞ。おい、なんかせこーい男だなと思ったな。だけどこれは俺が聞いた話だからね、彼と話した話じゃないから、永瀬ファンには申し訳ないけど、俺はそう聞いただけだよ。俺聞いただけだよ。俺悪いんじゃねえよ。どうってそう言ってたんだもん。うん、俺の前に、まあ、いつも出てこう来る人もないけどね。彼の趣味と俺の趣味合わないもん。あんな、アメカジみてえな、何十年前の、あれなんだ？アメリカのバイクとか乗るの好きじゃないし。俺。だから全然フリー&イージーがあの人でしょ。もう彼はかっこいいよね。最高だよ。愛だって彼と付き合ってるのが一番似合うと思ったもん、俺。愛が永瀬と別れた時に、お前は、これから先は海外しかないって言ったら本当に海外行っちゃったからね。びっくりしたんだ、俺。そんなこんなでありながら、はい、はい、次行きましょう。はい。